はい、森山です。今、木更津です。まあ、そこから先回っていくんですけど、外房、内房の本数が少ないんで、まあ、気長にやる感じです。はい、房総一周第1弾、今日は東京駅から特急乗って、どこだっけ、蘇我まで乗りまして、この内房線に乗って、後ろの木更津に209に乗ってまいりました。で、ただいまですね、木更津に来ております。第1弾として木更津で、久留里線の気動車発足でございます。そして内房線の千葉行き、まあさっきの蘇我から乗ったもんな。今こんなに乗ってきた電車です。で、これからの経路は阿波鴨川行って、外房行って、大網行って、総武線と経由して、ちょっと蛍黙ってくんない。あのさ、なんでさ、あの出演者がちょっと、ということで、こんな感じで、くそ、今ね、1月のね、17日でございます、撮影。くそ寒いんですわ。しかもここら辺、海が近いんで、風もそこそこあって、冷たいです。でも、なかなかでも、なんか、途中、空から乗りましたけど、まあ、感想としては、まあ、田舎路線なんだけど、木更津はそこそこ栄えてるなって感じで、いう感じです。でも、やっぱり途中に出て、まあ、車社会だなっていう感じの、感じですね、やっぱり。まあ、ということで、また第2弾、お楽しみくださいませ。以上です。あ、ちなみに補足なんだけど、そこの後ろにあるキャラクターいるじゃん。千葉社の。宇宙人？ちげえよ。そこにあの犬のキャラ、あれタバスコ？違う。あれ千葉支社の路線のごとのなんかキャラクターらしい。え？悪いけどそこピヨン入れるわ。ダメ。それはあの悪いけどピヨン入れるよそこ。ということで以上木更津からでした。